横須賀水道は横須賀市の上水道施設である。水源系統鎌倉市在木座付近の横須賀水道道。道海の波型の記号及び海の文字は海軍を表しており、水道道の至るところで見かけることができる。横須賀における水道施設は明治初期にすでに敷設され、国内でも早期の近代水道施設である。幕末期江戸幕府は 黒船襲来に際して、鎖国を改め、横須賀製鉄所を建設した。これは倒幕後に、横須賀造船所となり、施設は明治政府に引き継がれ、横須賀海軍交渉となった。事業の発展による水不足のため、造船所主張、ベルニーの手により、1874年から1876年にかけて、ハシウドから最初の水道が完成した。ハシウド水道は、 その後海軍専用の水道として、軍備拡充と共に改良され、1918年、中津川を水源とした、軍港水道半減系統が通水し、翌1919 19年3月には、橋宇ど水道施設が横須賀市に無償対応され、横須賀市場水道の水源となった。軍港水道の接続点である、泉排水地の工事が行われ、軍港水道の予水分用を受け、 1922年3月、従来の簡易水道も含めた市営水道が完成した。相模川を渡る上里水環境。1918年完成。大正時代には、足の湖の水で水力発電を行い、その水を水源として利用する計画が、神奈川県と横浜市の双方で共に進められたが、足の湖の水利権は、 静岡県が持つことや資金難などにより、計画推進が困難となり、立ち消えとなった。三浦半島、湘南地区は、水不足に悩まされてきたものの、町村単独での水道敷設は、財政的に困難であった。浦賀町長と親しい枢密院顧問、金子健太郎が、政府機関に働きかけ、水道条例の原則を乗り越え、1933年日本、最初の県営による、 水道事業が実現した。昭和10年代には国際関係の緊迫化が進んだため、軍備の増強により海軍の水需要が増大した。海軍は対応していた軍港水道施設の返還を申し入れた。1939年、特管工事により、海老名支社家の相模川から有馬上水場を経由して、田浦排水池まで送水する有馬系統の工事が着手され、 1942年に一部通水、終戦の年となる1945年に完成を見た。終戦時、軍港水道の施設及び職員は横須賀市に引き継がれた。施設は連合国軍最高司令官総司令部による接収などを経て、1954年正式に無症状とされ、名実ともに横須賀市の水道施設となった。その間、第4回、第5回、 第6回の拡張事業の後、1969年の神奈川県内広域水道企業団設立に合わせ、第7回の拡張事業を実施、企業団による相模川及び、佐古川水系の配分を受けることになった。相川町の水道道と水道坂、藤沢市立石付近。水道道はこの先境川を越え、国道1号藤沢バイパスの下をくぐっている。 日露戦争後の軍備増強の結果、橋渦系統では供給が間に合わなくなった。海軍当局は、愛工軍愛川町半原石小屋地区の中津川に取水口を設け、約5 3トル離れた横須賀まで20インチの中鉄管を使用し、落差約7 0ルの自然流下による半減系統の建設工事を1912年に着手。 1918年10月に通水開始した。工費は当時の金額にして総額384万円であった。1923年9月1日の関東大震災では、送水管の破損などにより、送水不能に陥り、翌1924年3月に復旧した。今日この水道管が埋設されている土地は、横須賀水道道、横須賀水道路、 横須賀水道道、あるいは単に水道道と呼ばれ、国土地理院の地形図にも横須賀水道として表示されている。ただし水道専用橋の上里水管橋をはじめ、至るところで通行不能な場所が存在している。この半減系統の経路は、詳細な市街図で一家のように容易にたどることができる。相川町の宮ヶ瀬ダム近くにある半現状水上から中津川沿いを通り、 内陸工業団地のそばを経由して、厚木市に入り、国道129号、国道246号ほぼ一直線に横切り、向きを変えて相模川を、上里水環境で渡る。海老名市に入ると厚木の敷地を切り取り、海老名 SA の北側を通り、綾瀬市まで、起伏の上下に関わらずほぼ一直線に通り、藤沢市に入ると、伊津自動車の敷地内を通り抜けて、 国道1号を超えるまで、藤沢市内を再びほぼ一直線に通る。鎌倉市に入り、由比ヶ浜駅の前を通り水道路交差点を過ぎたあたりから横須賀線と並走して、逗子市を通り、横須賀市の泉上水場に至る。なお、この半減系統の取水は、需要の減少、水質の悪化、施設の老朽化に伴い2007年4月より停止され、 2015年2月28日をもって廃止された。ありがとうございます。